この番組は日本写真映像専門学校阪神タイガースの提供でお送りします。どうも、アインシュタインが多いです。アインシュタインの稲田です。モーニング娘。トゥーフォーの牧野マリアです。 ABC プロデューサーの常若五郎です。よろしくお願いします。お願いします。アインシュタイン配信ナイト、この番組は現代の若者のちょっとした悩みを、他の人よりもちょっと過酷な灰色の青春時代、配信を経験してきたメンバーたちでズバッと解決する番組でございます。さあ、いよいよ今日が3月25日ということでございます、うん、まあ、日付変わって3月26日、はい、でございます。今週の金曜日3月29日には、うん、いよいよプロ野球が開幕でございます、うん、はい。今年はね、どうなるんでしょうか。まあ、阪神タイガースね、アレンパみたいなことも言いますが、どうでしょう、注目の選手であったりというか、今年の予想といいますか。まあ、タイガースは多分、はい、普通にやってれば、本当に主力選手が怪我して出れないとかね、はい、いうことが続かなければ、少なくとも優勝争いは間違いなくすると思うんですね。実際強いですね。去年の流れで言うと、はい、そこまでこのいい状態が変わってない状態で、まだ20代後半のちょっとこれから油乗り切るっていう、ここから 4,5 年がっつり活躍する選手がほとんどなんで、なかなかチーム状態としては本当はアレンパどころか 3,4 っていうでもあるんちゃうかなぐらいの。なるほど、はい。やっぱ岡田監督になってからの、なんかこう、野球脳っていう、野球の脳っていうかね、考える野球の方向がみんな同じ方向に向いたなっていう感じはしますけどね。十分期待できると。はい。で、去年からまあ戦力は全然ね、はい、ほとんど変わってないんですけど、はい。言うと去年も、すごく活躍した外国人選手いなかった状態で優勝してるんで、はい。はい、今年また新しい外国人も入っているんで、はい。まあ、そこがプラス要素にもなるし、キャンプで注目やったのは、左ピッチャーの門別くんっていうね、はい、左のね、まだ若い二十歳そこそこのピッチャーなんですけど、はい、左で152、3キロ普通に投げるんですよ。で、オープン戦でもずっとね、結果出してるはずなんで、はい、俺なんか全然まあ、データのないピッチャーやし、左で150以上投げられたら、本当なかなかね、はい、なかなか打てないと思うんで、短いイニングやったら本当活躍できると思うから。貴重なピッチャーですね。そうですね。これでもまあ、阪神ファンの方も、まあ、去年の優勝の仕方、うん、流れを組むと、相当期待は、そうですね。されてるでしょうね。基本的に本場、間違いなく優勝争いはすると思いますね。楽しめると思いますよ、今シーズン。はぁ、すごいな。まあ、これがでもね、とはいえわかんないですもんね。阪神も、だって2023前半良くなかった。走って、走ったんだっけ、はい、出だしは良くなかったですけど、まあ出だしから、まあ4月5月からもずっと貯金作っていきましたから、日本ハムも頑張らなあかんね、今年は。そうですよ。でも。日本はどうなの？マリアちゃん的予想は。でも、私はもう応援してるので、日本一になってほしいっていうのが一番願いですけど、阪神から来た、去年来た斉藤幸也投手をキャンプで見てて、すっごい速い球投げるんですよ。で、去年はまあ1日目で怪我しちゃったんで、見れなかったんですけど、しかも規則性のないスピンがかかるので、どこに行くかわかんないんですよ、ボールが。で、全然160球多分投げるんじゃないかな。はい、すごいパワー系の、ね、ピッチャーだったと思うんですけど。スピードのあるナックルボールって言われてるもんね。はい、回転数が少ないから。普通のストレートがそういうことなんですか。普通縦回転なんですけど、はい、こう回転数が少ないから球がこう微妙にこう動く。っていうのと、あとちっちゃい頃からの癖で指をボールを握るときにすごいずっと動かしちゃうんですって、指を。だから同じところにいつもボールがどうなるか分からへん。引っかからないから。例えば同じ変化球でもちょっと違うところ引っかかって違うところに来るって分かんないボールを投げるらしいんですよ。でもそれをまだ私は試合で見たことがないので、それを今シーズン見れたらちょっと楽しみだなって、怖いぐらい詳しいで興味をそそるな、はい、すごいね、いい選手、うん、まあ、今年交流戦はね、甲子園で阪神と日本ハムは甲子園でやるんで、はい、もうチケットも発売されてるんで、もう早めにその日本ハム戦から抑えに行った方が、いや連れてってくださいと、僕はさ、本当にこれそんな確かにね本当に私甲子園行ったことないんで、ああそうなん、そっか、甲子園いいですよね。一回見とかんとやっぱり青空のね、見ながら、まあ、デーゲーム最高やけど、はい、まあ、ナイターもね、夏場のナイターも最高、はい、ビール飲んだりとかできるし、そうですね、ドームのまあ心地いい環境というか、はい、ああいうのももちろんいいけど、なんかやっぱり
昔ながらのね、うん、なんか、うん、まあ高校球児も 何十万人と憧れて踏んだ土のところでプロの選手がやってるっていう、なんかね、感慨深いものもありますし、今座席でねタバコとかは吸えなくなりましたけども、はい、あの要はあのスタンドの裏にイカ焼き焼いてるんで、はい、イカ焼きの匂いがバーッとこう来たりとか、すごく風情もあるし、やっぱ阪神ファンの応援のスタイルが全然ね、あれだけでももう本当ショーみたいなもんや。なるほど、そうですよね。でみんなで行きましょうよ甲子園ね。いや行きたいです、めちゃくちゃ行きたいですね。ほんまに、なんかあの別に野球詳しくない人が行っても絶対面白いですもんね。面白います。音すごいですしね、雰囲気も。公開収録とかね。うわ、それに合わせて。はい。確かに、あの提供もねしてくださった。確かにね。甲子園のどこでやんの確かに。あんな、どこ行っても音鳴ってんねん。甲子園球場は球場の中でも特に音鳴ってんねんから。そうか。外でも鳴ってますしね。いや、ソフトバンク時代の王監督がこう、日本シリーズで来た時に、パチンコ屋みたいな、ここは。でも、その例えはぴったりですね。ま本当にガチャガチャしてるというか、だから楽しいね、お祭り来たみたいな気持ちになるから、行ってみたい。いや、ぜひ皆さんも甲子園球場ね、お近くの方は行ってみていただきたいと思います、はい。いよいよ3月29日金曜日から開幕いたします。今年阪神はビジターでの開幕で、阪神対巨人で、東京ドームでございます。阪神がホームとなる最初の試合は阪神対横浜で、4月2日の火曜日京セラドームで行われます。甲子園球場、阪神甲子園球場で行われる最初の試合は4月の9日火曜日、阪神対広島、はい。去年の阪神の活躍を見て今年は球場で観戦してみたいという方、まだ行ったことないよという方、ぜひぜひ阪神甲子園球場京セラドームで、阪神の試合を見ていただきたいと思います。現在2024年レギュラーシーズン9月までの試合のチケット絶賛発売中でございます。チケットの購入方法など詳しくは阪神タイガースの公式ホームページからご覧ください。野球人気ね、どん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 高まってますんで、ぜひ早めのチケット購入をおすすめしたいと思います。はい、シャインハイシュンナイト、今夜も最後まで、はい、そう、今のは分かる、すごい、自分だけかと思った。いや、俺も俺だけかと思った。いや、いけるかなと思った。ちょっとそれレジ通ってます。ちょっとこっち来てもらえますか。すいません。頑張るよ、それは。学生所だし。学生所だし。阪神と混ざっちゃった。アインシュタイン、ハイシュンナイト、今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしています、アインシュタイン配信ナイト。今夜も、リスナーの皆さんからの配信のお悩みメール紹介したいと思います。マリアちゃん、お願いします。はい、配信ネームピピさんからです。ゆずるさん、いなちゃん、マリアちゃんとコアカさん、こんばんは。こんばんは。毎週4人のやりとりが面白くて癒されています。ありがとうございます。私はマリアちゃんが所属しているハロープロジェクトが大好きで、コンサートにもよく行っていて、かっこよくて可愛い憧れの存在の皆さんを見るとキラキラした気持ちになれるし元気をもらえます。ありがとうございます。コンサートで登場した瞬間から感極まって涙が込み上げてきたり、家でツアーの DVD を見ていても現場で見た光景や感情が蘇ってきては泣き、最終的には可愛すぎて泣けてくることもあります、家で飼っている猫が可愛すぎて泣けてくる時もあるので、人は好きでいっぱいになると些細なことでも泣けてくるんだなと。皆さんは、言葉やね、皆さんは嬉しいとか感動とかの感情とは別に、ただ好きで泣けてしまった経験はありますか？ないわ。あります？好きすぎて、ね、好きで泣けてまうの。それこそラルクアンシエルさんが大好きで、なかなか行く機会がなかったんですけど、2020年の1月のライブに、たまたま行けることになりまして、で初めて生で、ラルク・アン・シエルを見るってなった時、もうワクワクしてて、で、1曲目何やろうってなった時に、ドライバーズ・ハイっていう、ドライバーズ・ハイってその、ギターから始まるとかじゃないんですよ。車のエンジン音なんですよ。はいはい、懐かしいな。そのブンブンでもうドライバーズ入って分かるから、もうエンジン音だけで涙がつる。横にいた人たちに、いや
早ない確かに早いよな。せめて歌い出してからやって。そうですね。まだ姿も見えてる。で、そのエンジン音はラルクから鳴ってないから。車大好きなんですよ。トヨタの人でも仲へんねん。さあ、このピピさんも電話がいけるということなので、ちょっと、せっかくね、マリアちゃんのことも大好きなので、うん、ちょっと聞いてみましょう。マリアちゃんと喋れて嬉しいやろな。いや、嬉しい、絶対。泣くんちゃう、うん、はい。あ、もしもし。はい、もしもし。あ、ピピさんですか。あ、そうです。あ、アインシュタインの配信ナイトでございます。こんばんは。こんばんは。メールありがとうございます。はい、ありがとうございます。ハロープロ、はい、並びにマリアちゃん大好きということで。あ、そうです。はい。ありがとうございます。なんでお前がいい？ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。これもうせっかくなんで、まあ、はい、ちょっとマリアちゃんに聞いときたいこととか、うん、みゆちゃんなんか言っときたいことがありましたら。ガンガンお願いします。もうメールの内容はね、先ほどちょっとお伺いしましたので。はい。ありますか？急に伝えたいこと。いや、なんでもいいですよ。はい、聞いてみたいことでもいいですし。はい。ありますか？なるほどね、難しい。すごい可愛くて大好きです。ありがとうございます。こんなストレートなことある？嬉しい。ピピさんはちなみに今、はい、もう社会人になられてるんですか？学生さんですか？あ、社会人です。仕事終わりで、はい。あ、仕事終わりで、あ、お疲れ様でした、はい。そんな可愛いマリアちゃんですけど、はい、今日のお昼はツナマヨとご飯やったらしい。ちょっと何週間前のね、放送であったんですけど、うん、はい、収録はね、2月の20日なんで、そうなんです、お昼はカンカンのツナにマヨネーズかけて食べてたんですって。あ、そうなんですね。でもちゃんとご飯に乗せて食べました。かわいいです。ありがとうございます。ちゃんとご飯に乗せて食べたんですってね。ご飯もチンやけどね。あ、そう、ご飯チン。ビビーさんは、マリアちゃんどういうところが、はい、いいなというか、好きですか？コンサートもすごいよく行くんですけど、うんうんうん、ありがとうございます。もう、どこにマリアちゃんがいてもすぐわかるのが、はい、そのダンスが大きく踊ってたりとか。これでもみんな言いますよね、マリアちゃんの。どこかさんも言ってますよね。ロングヘアがね、すごくダンスを引き立ててる感じもしますね。はい。でも全身からもうキラキラオーラとか、もうすごいお客さんを見てすごいニコニコしてくれたりとか、すごいなんかもう楽しそうに踊ってるのがすごく大好きで、そういう姿を見てすごいいつも元気をもらっています。はい。そうですよ。ここのラジオの時とはちょっと違うんです。違うんか。キラキラしてます。確かに写真集とか見てたら、はい、ほんま完璧な顔の切り、確かに、スタイルとかもね。そうですね。はい、本当にここで見せてる姿とは。うん、そう。ギャップありすぎるもんね。そうですよね。ほんまに、もう、むちゃくちゃやもんな、ここではな。本当にそうですもん。でもだから、そのギャップがあるから、ファンの方とかは、ラジオは特にいいんでしょうね。その、普段表で、表面で見えないマリアちゃんの姿を、こういうね、ラジオで聞けるっていうのは。はい。ね。すごいなんか、配信ナイトの、そのアインシュタインさんとか、とこわかさんとお話ししてるマリアちゃんがすごいなんか面白くて。ああ、面白くしてもらってる。コンサートで見てる姿とまた違う新しい一面とかも見れたりするので、すごい毎週楽しみにして聞いています。ありがとうございます。これは、ね、面白くしていただいてるんで、もう。勝手に面白いんですよ。そうですよね。我々はそれを止めてるだけなんで。石になって聞いていた。これ以上はやばいからって言って止めてる。イメージもね。ああ、面白い。ね、ああ、面白いね。あなたの話してる。人の話みたいな。すいません。本当にでも嬉しいです。コンサートのことも褒めていただけて。ほんまやね、なんかこの印象に残ってるコンサートとかありますか？去年の、ロッキーオンジャパンの、はい、あのフェスに行ったんですけど、それの最前列に自分が見れてて、すごい、ちょっとマリアちゃんの
ラジオの方にもちょっとメール読んでいただいて、採用していただいたんですけど、あ、そうなんや。実はそのロッキンの時に、マリアちゃんにその曲中に、ファンサーをしていただいて、ファンサービス、セクシーボーイっていう曲があるんですけど、私がマリアちゃんのメンバーカラーのピンクのタオルをかけてたんですけど、そのセクシーボーイの時にこうバキュンのファンサーをしていただいて、ダンスの振り付けでその拳銃を撃つバキュンを、そうです、そのマリアちゃんの、はい、それ覚えてんの？覚えてますよ、もちろん。あ、本当ですか？そうなの。だからロッキンの時だから一番前にいるからもちろん見えてるし、あー、ありがとうございます。でピンクのカラーやし、ピンクだし、自分の色、そうそう、応援してくれてるってすぐ分かるんで、ありがとうございます。それかっこいいよな、やっぱりミュージシャンの人が、ね、アイドルの人ね、漫才中にはバキュンできへんもん。できへん、シーンやなんないんすよ、キャーってなっちゃう多分。いや、ボケた時にこうなるよな。どないしてんやろ。ボケた後にバキュンしてもね、受けなくなりますよ。ピピさんはこの春のツアーも行くんですか？はい、春ツアーも行く予定です。わー、ありがとうございます。はい、もちろんのこの前のバースデーイベントも参加させていただきました。はい、覚えてる。誕生日の、はい、ありがとうございます。ピピさんはちなみにですけど、お笑いのライブとかって来られたりすることあるんですか？お笑いも、はい、高校生の時なんですけど、よく劇場とかも見に行きました。そうですか。その時は誰が一番の推しだったんですか？はい、その当時は、はい、当時ジューシーズさん、今のサルゴリラさんの、はい、トリオの時、あ、そうですね、とか、あとチョコレートプラネットさん、なるほどなるほど、ジャングルポケットさんとかのライブによく行っていました。渋谷無限大の、なるほど、ぜひまたルミネとか、はい、そうですね、よかったらまた来てください、うん、ピンクのタオル、はい、ありがとうございます。ピンクのタオルしてたらバキュンって河合さんが、なんでやお前がバキュンやってくれよ。いや、僕のバキュンは、いや、お前、急にどうしたんやと思われるって。突っ込む方が、お前、漫才の途中で、お前。いや、お前何言うてんねん、バキュン。いや、バキュン。お前も何言うてんねん。もう一人突っ込みいるやんか。なるほどね。もう、じゃあ、春からのツアー楽しみですね。そうですね。また、来月のハロプロ全体のイベントにも、また行くので。ありがとうございます。それも、はい、すごい楽しみにしています。ね。楽しみ、はい、頑張ります、うん、じゃあぜひまた、はい、春からのツアー見て、はい、泣いてください。うん、はい。ね、じゃあ引き続きまたラジオの方もよろしくお願いします。お願いします。マリアちゃん、じゃあ最後にピピさんに一言なんか。ピピさん、明日も嬉しいこと楽しいこといっぱいあるといいね。ありがとうございます。もうだ食い気味で聞かないでね。もう、いいな。ありがとうございます。ピピさんに最後一言なんか。ピピさん、寝ているときに枕元に立っちゃったらごめんね。バキュン。ありがとうございます。何がバキュン。ありがとうございます。夢で会いましょう。何が夢で会いましょう。ピピさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こういうことがあるからいいですね、ラジオ。ストレート、うん、ね、ラジオってこうほんまに好きになるメディアっていう感じですね。これが声だけで喋るっていうのはまたいいんですよね、うん、だからまあ顔見てもええけど、うん、こう表情とかも想像しながらね、うん、すげえな、うん、ええな。稲田のバキュン、どんな気持ちで聞いてたの？ビビさん、確かに、ね、ああ、でも笑ってましたよ、うん、ま、よかった。変な意味で泣かれたらどうしようと思って。違うキャーが、違うキャーが出る可能性あったから。じゃあもう一つぐらい行きましょうか、はい、メール、はい。配信ネーム、わかめさんからです。はい、ゆずるくん、いなちゃん、とこあかさん、まりあちゃん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。私は恥ずかしながらシュタインファン歴がまだ5年くらいで、いやいやいや、昔のアインシュタインを全然知らなくて、もっと前から知ってたらもっと応援できたのにって悔しくなります。自分も子育てで全然余裕がなくて、お笑いを見てなかったのもあるので後悔してます。ああ、なるほどね。もっと前から知ってたら、もっと前から劇場に行ってたらとか思うと悔しいです。皆さんはこんな風にもっと前から知ってたらってなることありますか？もっと
前から。いや、もう、それの連続じゃないですか。うん、そうやね。はい、うん、でも、その出会った時がスタートで全然、はい、いいんじゃないですか。いや、そうですよね。本当に思います。確かに。うん。でもそれはそれで知った時から、あ、前は何だったんだろうって遡る時間も楽しくない？わかるわかる。私はメジャーリーグを好きになってよかったなって思いました。見始めたのは多分2017年ぐらいなんですけど、はいはい、それより前から見ればよかったけど、やっぱきっかけがなくて、で、ダルビッシュ有投手が、まあメジャーに行くってなって、うん、見るようになったんですけど、うん、そうするともっと前のこともどんどん知りたくなって、そうね、遡って、そうです。で、解説の人とかが中継でこの時はこうでしたとか、うん、遡るなんか歴史を振り返るシーンとかもあるので、はい、そういうのを見て、あ、これも知らなかったっていうのがすごい楽しくて、はい、今だともう本当に人生にメジャーリーグないと面白くないってもう思えるぐらい楽しいので。それが、好きになってよかったなって。羨ましいな。歴史辿ったりしたら何もでも楽しめるもんね。いや、そうなんですよ。そうですよね。で、繋がるんですよね、全部。そうやな。このヤストレムスキーのおじいちゃんがボストンに行った時みたいな、この人は孫とか、今2世3世も結構多いんで、ゲレールジュニアのパパがまだ現役だった頃とか、そういうところ。だって一時期トロントなんか2世ばっかなんて、うん。一回止めようかな。ごめんね。ありがとう。ごめんごめんごめん。危ない危ない危ない。危ない危ない。いや、危ない危ない。危ない危ない。こっちのセリフやで。すいません。なんとか好きの時にもう俺ら話されてる。ヤストレム好きの時に。あ、危ない危ないって、もう自分では止められへん。今止めれてなかった。危ない。危ないじゃない。なんでブレーキを搭載してないの？すごいな、ほんまに。エンジンはターボ入ってるから。ターボめっちゃターボなんですよ。すごい、最新のターボなんですよ。ほんまほんま。着火が早いから。着火早かったな。すごいのよ。危ない危ない。でもまあ、本当にこういろんなことを、情報をこの、入れれる時代なんで、うん、まあ、やっぱそこはやっぱいいなと思いますよね、うん、割と。自分で選べるからね、選択肢が増えるっていう感じがいいですね。絶対いい。ありますか、男さん。例えばなんか知って。僕も単に、ほんとシンプルに最近ずっとね、漬物が食べられへん苦手な人やったんですけど、はい、妻が、あの、ビネが、あの、野菜の、あの、酢漬けを作ってくれるようになって、はい、まあ、健康のことも考えてやと思うんですけど、はい、最近それが美味しくて美味しくて、酢漬けにハマってます。いや、そういうなんかこう、本来パリッとする、はずの野菜がふにゃっとなのがもう一番気持ち悪かったのが。キュッてなりますよね。食感がちょっとってことですか？今も最近もすごくあの気に入ってもうて。まだピクルス的な感じ、はい、はい、そんな感じ。そんな感じが今もうほんまもうハマってます。うちはもうばあちゃん子だったんで、もう常に3から5種類の漬物が冷蔵庫に絶対入ってました。必需品で。絶対ですね。もうだから食べる癖がついて、今でもだから定食とか行ったら、うん、お漬物サボってないとこ嬉しいなと思いますね。なるほど。しっかり出してくれるとね。はい、はい。そう。そう考えたことなかったな、うん、お漬物サボってる。ああ。確かに、ね。ほんまにええお店はやっぱり付け合わせの漬物もサボってないっていう。私もでも4ヶ月前にキムチ好きになりました。コンビニとかでも買うようになりました。キムチ。ああ、そう。はい。まあ、美味しい。美味しかった。もう、キムチとマヨネーズでだけでも。え、マヨネーズ合うんですか？キムチとマヨネーズつけて。やばー、もう私の好きなものじゃん、もう。ほんまや。ほんま、白ご飯3いけんで。そうなんです。全然いける。覚えとこう。マヨネーズ。キムチとマヨネーズか。やったことない。ないっす。あ、でも確かに冷やし中華にマヨネーズ合うから、それ合いますよね。美味しいよ。そうか。ほんまやってみて、めっちゃ美味しいから。うわ、いえ、すみません。しっかりよだれ出た。じゃねえな。ビってなってる。アインシュタイン、アインシュナイン。さあ、エンディングでございます。え？うるさい。そのさとかそうとかじゃなくて、もううるさい。あれがそうとかどうとか言うから。俺一歩すなって思っても言わねえ。今ちょっと。もういっそのこと俺まあとか言う。それは止めるよ。まあにしようかな。さすがに止める。いやいや。まあエンディングの時間でございます。ってない。ほんならもう絶対に言えるもん。躊躇なく。面白い。
ええねん、そのおかんのサンプラの面白いの言い方。じゃあマリアちゃん、はい、引き続き告知ありがとうございます。モーニング娘。24コンサートツアー春もっとモーニング娘。がスタートしました。はい、詳しくはハロープロジェクトのホームページをチェックしてください。番組では皆さんからの配信のお悩みメールを募集しています。はい、メールを読まれた方には配信ステッカーをプレゼント。電話出演が可能な方はぜひ電話希望と書いて応募してください。私たち配信メンバーがズバッと解決します。アインシュタイン配信ナイト、お悩み相談は番組メール配信アットマーク abc1008.com haishun@abc1008.com 公式ホームページからも送れます。公式 X旧ツイッターはアットマーク配信1008アットマークローマ字で配信1008です。公式インスタグラムもやっています。フォロー&チェックよろしくお願いします。はい、そして最後に、番組からのお知らせです。うん、4月から放送時間が少し変わりまして、うん、毎週日曜日夜の11時30分から30分の放送になります。はい、なので月曜深夜やったのが日曜日の夜の11時半から、はい、ちょっと早くなりました。早くなった。はい、はい、ぜひ聞いていただきたい。ね、なんか月曜日の朝とかね、まあラジコとかでも、はい、ですから、ちょうど月曜後会社とか学校行くん嫌な時に、はい、通学の時とか、朝寝起きにね、はい、これ聞いてもらったらぜひ、はい、と思います。次回の放送は4月7日の日曜日、夜の11時30分23時30分から、放送でございます。引き続きよろしくお願いいたします。ということでございまして、本日はここまででございます。アインシュタイン配信ナイト、また来週。この番組は日本写真映像専門学校阪神タイガースの提供でお送りしました。